パピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース全って読むのかな。この制作者さんはですね、僕が非常にお世話になってる制作者でして、一発マリオも結構出してるんだけど、僕のために一発マリオを作っていると、そういうコメントも見かけました。どうもありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。いや、このコースもですね、僕用の対策がいろいろしてると思うんですよ。魚ねえ、ほら開幕魚来たでしょ。絶対これ僕に魚って叫ばせるためでしょ。さあ、このブロック何が出るんだろう。コインか。それじゃあここは左に行って、ボム兵を回転ジャンプで踏んでいけばいいのかな。回転ジャンプします。何これ、爆発まで待っておけって感じ。いやー、じゃあここは普通に踏んでおかなきゃいけなかったんだね。普通に踏んで左に投げる、そういう感じじゃないの。これで何か変わる？来ました、また魚が降ってきましたね。今日は魚大量大発生するんじゃないの。で、ここは右に何か出てくるでしょ。すぐジャンプして避けるね。何も出てきませんでした。それじゃあ扉に入っていきましょう。さあ、ここはパウ持っていくよ。パウ持って裏パを倒してすぐ右に行くね。行け、おらー、よっしゃ待って、キノコキノコキノコじゃあここはパンをした瞬間キノコ取れたんで、このキノコ取っていきます。待って、キノコまた同じことやってしまったじゃねえか。いや、これは取れるよ。こうやってしたら、うわ、ぶつけー、ここほっ、よし、うまい、2発で取れました。結局ダメじゃねえか今回神コースの予感がプンプンしますね。それじゃあここでパンを当てて絶対取っていく。さあ、このまんま回転ジャンプでブロックを、そして上に行くって感じだね。あ、ここちっちゃくなれって感じかな。一回戻って、そういう感じでしょ。あ、いや違うのか、このまま右に行けるっていう感じだね。ここでもう一回回転ジャンプしろっていう感じかな。何、いや大丈夫で、ここで回転ジャンプして上に行く。バネか。じゃあここは一旦回転ジャンプでブロック壊してすぐ上に逃げれっていう感じだね。多分これで合ってると思う。そしてバネに乗って、うわ、これは上行けるかな。優しい。てっきり隠しブロックで隠してると思ったんですけど、さあ進みましょう。ナイス。大体ナイスじゃねえんだよな、こういう時って。ほらここはナイス部屋を出た後に左を失敗して落ちるのを防ぐ、そういう感じでしょ。よっしゃ、来ました。この鉄球は何だろう。鉄球ちょっとついてってみる。こっちが正解みたいだ。頼む、合ってて。合ってるっぽいよ。こう言って書いてるで、この扉に入ってってことかな。なるほど、ここです。このブロックが壊れるっていう感じか。さあ、どんどん進みますね。今回優しいんじゃないの。このハテナブロックなんだろう。コインか。コイン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 。ということで、この下怪しくない。いや、まあ落ちられるとは思うんだよね。で、このまま右行ける感じでしょ。あれ、どっか入っちゃったけど。うわ、なんか死体級っぽい匂いがするな。どうしよう、ここあいつさ、回転ジャンプで倒してみる。回転ジャンプ来ました。このまんまこの土管に入ればいいと思うだけなんだよな。入れそれじゃあここどうなんだろうね。右上に行くのかな。あ、多分これ強制的に土管に入らされるっぽいね。そしてさっきのこのメントがあったじゃん、普通に踏んでみようか。普通に踏んでみます。なるほど、ここで中間ポイントがあるのか。ありがてまたここなんか壊れそうな予感しない、この石ブロックなんで。一旦この土管入るじゃん、そしてまた左戻ってみよう。うわ、戻れねえのか。じゃあここはメットをどうしよう。蹴るしかないよね。投げます。なるほど、ここでパワーブロックが出て倒す。来ました。なかなか今日順調じゃないの。で、ここは絶対ね、ジャンプしない方がいいよ。で、ドアに入る。さあ、どんどん進みますか。ここは花。それじゃあこのドアに入ったら左押しっぱで花花を避ける、そういう感じでしょ。来ました。うそうわ、このブロックだけが頼りだな。頼む、出てきて、救世主。コインはいらねえんだよじゃあここはもうすぐ上の氷ブロックのとこ行ってみようか。多分これで合ってんじゃないの。頼む、
よし、あぶね。あ、また中間ポイントあるね。あれ取れんのかな。砲台に乗ってすぐ右に逃げるね。こっちが正解。左やり、やった中間ポイントゲットできました。で、ここでブラパにやられたら次に進めるとか、そういう感じかな。そういう感じだね。さあ進みましょう。どんなんが待ち受けてるんだろう。まだ死に体験一個もないよね。うわ、ドクロリフトか。面白いじゃねえか。乗ってやろう。このまま右に行く感じでしょ。ボキャーン。それじゃあここは左に追っておけっていう感じかな。ギリギリここでジャンプ。よし、これで合ってる。うわ、どっちだろう。上で当てて頼む。なんだ、針だけって。じゃあここはもう下しかないんで下行きます。うわ、なんか意味深な丸々だな。この四角の中もすげえ怪しいし、でも一旦無視していくね。で、この石のブロックが壊れる。うわ、壊れないか。でもさ、この丸々の中鉄球とか入ってんじゃないのかな。うわ、生入ってねえかもしれん。じゃあ上の土管行こっか。もうこっちが正解だと思うんですよ。さあここはネットをもう投げるしかないと思うんだよな。ネット投げます。なるほど、ファイヤーが出てきてこの氷を溶かせるっていう感じだね。で、このハテナ叩いたら砲台が壊れる。うわ、うますぎ今日。ここはどうしよう。乗っていい、乗っていいはずだよ。で、このまま上に行くでしょ。どこ行ってんの。それじゃあここジャンプしてみよっか。うわ、なんもね。え、どうやって行くんだろう。ドクロリフトに乗って一旦右に逃げる。そしたらドクロリフトが上がってくる。なるほど、そういうことだね。そのまま進みましょう。ダメじゃねえか。一回チビになっておけっていう感じか。それじゃあここで一旦チビになってドクロキノコに乗って進んでいけると、そういうことだね。さあ進んでいきましょう。うわ、どうしよう。回転ジャンプで行く。これ回転ジャンプで行ってもう一回ジャンプするね。あっ、全然回転ジャンプじゃねえ。しかも引っかかってる。やるか、この怠慢か。怠慢じゃねえ、数いすぎだろこれ。それじゃあ次はちょっとメットの上乗ってていいかな。メットの上乗ってて、あ、跳ねるんだね。それじゃあここはジャンプボタンも何も押さないで、そのまま左手に行けばいけらず。よっしゃ、これが正解だろきっと。さあここで音符を叩いて右に逃げようか。大丈夫、大丈夫だよ。で、上に行く。なんで。タイミングバッチリンゴ。一旦さ、下の方に叩いてみる。こっちが正解っていうこと。うわ、ブブー言われた。なに、あ、やんのかこの。入れないの、入れないの。あ、入れねえ。デレシャーが出てきたんなら入れるやろもう。じゃあここは上からでよかったね。しっかりこの鉄球受けて、さらに火も避けていこう。もう一回出るでしょ、火。一回しか出ないの、あの火。じゃあ乗っていくよ。大丈夫。よしよしよし、進めたね。さあここでキノコを取って上で下に当たって、もう一回このままツタを伝って上に行こうか。どんどんで、このまま右っていう感じか。ジャンプって書いてるんで、本当にジャンプしていいんですか。信じますよ。ジャンプ来たんじゃない。ほら熱いよ。順調。いや待って、右右、大丈夫。ごめん、これでもある。うわっ。くっそー、今のどうすりゃよかったの。あ、でもなんかずっとピー音鳴ってるね。こっち正解っていうパターンなのかな。なんか変わってる。全然変わってないね。頼む、変わってて一緒やんか。中間、あ、いや違うよ。ほらなんかさっきと違う。下に行けばなんかあるんでしょ。ないの。あ、わかった。ここさ、バネが出てくるじゃん。そのバネを持たなくちゃいけないっぽいね。で、このバネを持って上投げしてブラパを上にやると、そういう感じだね。さあバネを持って行ってみる。うわ、でもここ絶対なんか出るよ。バネいらない感じでしょ。頼む、いらないであって。さあドアに入っていきましょう。ここは待って、ブラパが出てきたでしょ。なんでポッとは出てこないの。さっきと違うやんか。このドアに入ったら何もしないで大丈夫だね。そしてこのまま左に行って、あはは、くっそ。ここは一旦左に行って右、そうジャンプ。よっしゃ、このバトン、あの行動がついてってませんけど。で、ここで中間ポイントゲット。よしよしよし、もう一回やられろっていう感じでしょ。あっつ
さあピンクコインが3つ集まってますね。でなんか右今ブラパ出てきたじゃん。なんでこっからさっきと一緒っていう感じだと思うんですよね。なんかさっきと一緒っぽいんで一緒のところまで飛ばすね。あ、こっからなんか違うね。左で黄色いブロックが3つあるんだよね。さっきチビの状態じゃないといけなかったけど、今度はデカの状態じゃないといけないっていうことか。なるほど、うまいな作るのが。さあ進みましょう。次はここもなんか違うんでしょ。しびれてる、動けってマリオ。俺も今足しびれてんだよ。それじゃあこのドア入ったら音符があったよね。そこに追っておこう。ここに追っておいたら大丈夫でしょ。しびれないでしょ。さあ行きましょうね。左、いやここはどっちだろう。あ、左下に行けって書いてるね。合ってる、大丈夫大丈夫。 GG って書いてる。どうなんだ。いやここは中間ポイント取ってよかったのかな。もう一回上に行けみたいな。え、なんか変わってんのかな。ちょっと変わってる。絶対合ってるよこれで。絶対こっからなんか違うと思うんだよな。右のこの石のブラックはやっぱ開かねえか。じゃあ土管に入っていくね。そしてここでバネを手に入れたよね。そこまで同じだと思うんだよね。さあ手に入れましょう。なんそれ。ここは上に避難しておこう。で爆発した瞬間右に行って、ここでバネを持てっていう感じだね。そしてさっきと同じパターンかな。結構変わってるんだよな、ちょこちょこ。なんで変わってるんだろう。でここはさっきと一緒。絶対さっきと一緒だよ。あ、でもドッスンがいないね。このまま左行ける感じ。大丈夫。で中間ポイント何で、大丈夫大丈夫でもう一回やられていい感じでしょ。さあ行きますか。こっからまた何が変わってるんだろうね。ここはね絶対一緒だと思うんだよ。このドア入って何が変わってる。左、大丈夫。いやナイス避け、ナイス避け。で左行って、どこが正解なんだろう今度は。多分このメットの甲羅かぶらなくちゃいけないんじゃない。さあかんがあ、ここにトゲメットがあるね。このトゲメットをかぶって上に行けっていう感じだろうねきっと。そう、頼む。いや大丈夫、トゲメットは無敵だよ。よしよしよし、あいつを早くあいつ倒して、よし。でこのまま右に行く。よし、トゲメットかぶったままだったら無敵でしょ。いました。あ、どうせここでチビにならなくちゃいけないのね。で、あれ、いけくないですかここ。あ、いけるいけるいける。うわ、どうしよう。いけるのこれ。本当に頼む。よし、行きましょう。で、一回当たって左のこのドア入る。うわ、どっちだろうね。右に行けばいいのかな、ドアから。どっちなんだろう。あ、ここはやられるやつじゃないの。頼む、やらないで。左を進化してればゴールっぽかったな、ここ。絶対死に耐久だよ、最後の最後に。どうなんだろうな。追ってきやがったよ、死に耐久を。こんなところでトゥエルカムじゃねえんだよさあどんな死に耐久でしょうか。ここはトロールエクスプレスって書いてるのかな、これ。まあ、全然意味は分かんないんですけどね。ドントムーブ。ムーブってなんだろう。あれ、あーやべえ、これうわすげえ動くなってことかな。うわすごい、多分このまんまゴールまで連れてってくれるんじゃないの。これ噛みすぎでしょ。うわすげえこれマジで感動した。今回死に耐久はなかったんですけどね。非常に楽しいコース、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの、これ一発マリオでいいのかな。ママ一発マリオということで、この階段というコース最近流行ってるので作りましたって説明文書いてるじゃん。2021年7月21日に投稿してるんだけど、その時期ってこんな感じのコース流行ったの。ちょっとそういう流行りにですね、僕疎いんでわからないんですけど、こういうコース見たことはないんだよね。まあ、コースの装飾がですね、すごく綺麗だなと思ってね、今回このコースやっていくんですけど、全然予想つかないね、何が来るか。まあまあどんな感じなんだろうね。この大砲避けますよし、第三者陣形、これは無理でしょなるほど、早く行けっていう感じだね。じゃあ速攻バネ利用していくよ。ここにある、ここで上に行って、どうしよう。うわービームも出てくんの。それじゃあバネ、玉、メカ、クッパの順番で行ってみるね。バネ、玉、メカ、クッパ、メカ、クッパ、メカ
すげえロケットパンチが来ました。もう一回言うよ。バネ、玉、メカクッパのメカクッパは届かねえか。じゃあバネ、玉、メカクッパ、砲台、メカクッパでいこう。ちょっと覚えれるかな。バネ、玉、メカクッパ、砲台、メカクッパ、メカクッパ。邪魔くせ。あの玉いいとこにあるな。それじゃあ最後のメカクッパを大ジャンプしたらいけない感じやね。玉、メカクッパ、砲台、メカクッパ、メカクッパ、玉、メカクッパ、玉、メカクッパ。さあおふざけはこの辺にしといて、そろそろクリアしていきますか。で、玉踏んだ後砲台乗って、で、ここで右下ここに10個やるんじゃないの。なんでなんもないの。早く逃げよ、早く逃げる。そしてジャンプ、なるほど右に行けっていう感じで、ここで10コインを2つ取って、来ないで来ないで。いやもう分かったよ、てっきり右下にさ10コインあると思うじゃん。でここで砲台のメカメカでここでジャンプして右に行って、砲台に乗って、砲台に乗る、来ました。砲台に乗ると砲台に乗るはちょっとわけわかんなかったんですけどね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。